30歳で医学部受験はできますか？精神科医カバサワ師匠のカバチャンネル、今日は質問いただきました。30歳男性 M さん、私は訳あって医学部を受験し医師を目指そうと思うのですが、現在30歳で年齢が少々心配です。カバサワ先生の同級生で30歳以上の方はいましたか？30歳で医学部受験をするというのは無理なことなのでしょうか、というご質問ですね。私の同級生の方で結構ご年長の方がいました。その方は何歳かと言いますと40歳でした。入学した時に40歳でしたので、卒業する時は46歳っていう方がいらっしゃいました。その方もね、実は東大卒業の方で非常に優秀な方なんですけども、やっぱ思うところがあって医師を志されて、お父さんって言われてましたけどあだ名はですね完全にお父さんぐらいの年齢だった。なので40歳で医学部に入ってですね、医師になるということは全く可能ですし、実際そういう方もいらっしゃるということはね、事実としてお話ししたいと思うんですね。じゃあそういうふうに30歳として医学部受験していくのがお勧めできるのかということになってくると、なかなか結構大変なんじゃないかなっていうのは私は現実問題としてねあると思うんです。なぜかというと、医学部っていうのは今6年間ですね、医学部。その後インターン、研修医としてまた何年かやって、その後専門のやつを学んでいくということになるとですね、だいたい10年はかかるわけです。ある程度見れるようになるまでにもうちょっとかかりますね。12、3年かかるわけです。例えば一人でね、ある程度診療できるようになるまでやっぱり十数年かかるんですね。そうなってくると30歳であれば一人前になるのは40数歳ということになりますので、まだそんなすごい年ではないんですけども、結構年齢的なものもあって大変ですよということはねあるのではないかなというふうに思います。とはいえですね、やっぱり自分が何をやりたいかということを突き詰めていくということはね、とても大切だと思うのです。なのでどうしてもいろんな社会経験を積んだ上で医者を目指したいということであれば、医学部にもし合格できるのであればですね、それは目指していっていいと思いますけども、それなりに大変なことも多いと思いますので、その覚悟っていうことはねしておいた方がいいんじゃないかなと思います。で、私も精神科医なんですけども、どっちかっていうと執筆活動とか講演活動がメインで、あんまり臨床のね患者さんを診察するってことはしてないのですけども、自分が本当に何をやりたいのかってことをよく突き詰めていこうがいいと思うんですね。医者になりたい人っていうのは、例えば人助けをしたいとか、人の役に立ちたいとか、人の命を救いたいということでなる人が多いと思うんですけど、医者じゃなくてもそういうことは実はできるということはありますね。あなたがやりたいことは本当に医者にならないとできないのかなっていうことをもうちょっと考えた方がいいかと思います。これからの十数年間を、これから受験するんだったら受験勉強もあるのかもしれませんけども、そういうことも含めての膨大な時間を、何千時間っていうね時間を一人前になるために、このあなたの本当に達成したい目的のためにね、何千時間っていう人生の時間を投入したいというふうに思えるのであれば、チャレンジしてみてもいいのかなというふうに思いますけども、その目的っていうのは医者以外のことでもですね達成できるんじゃないかなっていうふうに私なんかは最近思っていますし、私の達成したいことっていうのは患者さんを治すことではなく、病気になる人を減らしたいってことに気づいたんですね。もともとはそういう病気の患者さんを治したいっていうふうに思ってたんですけど、実際治療してみるとなかなか治らない方もいらっしゃいますし、長引く方も多い。そうなってきた時に病気治すんじゃなくて、病気にならない方がもう何倍も重要だということで、私は今予防ということを仕事にしてますね。治療ではなく、皆さんにこうやっていろんな情報をお伝えするという中で、病気にならない方法、より健康になる方法ということをお伝えする中で、予防という活動をする、これが実は私の一番やりたいことであったということに最近気づいたわけですね。だから本当はこれは医者にならなくてもねできたかもしれないけども、医者になったおかげでいろんな経験やいろんな本もたくさん読んだり勉強したので、ようやく今こういうことができるということもあるので、必然性はあるので、医者になってよかったなと思ってますけど、実際はそういう患者さんを見るという活動はね今していないという部分はあります。ということで、本当に自分は何をやりたいのか、その医者になるっていうのは道具です。それはツールにしか過ぎないよね。医者になった暁にあなたが本当に何をしたいの、それがあなたに本当にしたいことですか、それを考えた上でもどうしてもなりたいということであればですね、ぜひチャレンジしてほしいなというふうに思います。精神科医カバサワ師匠のカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。